待て、うん、その吊るしてる女の子をこっちへ渡せ。なんだてめえは。何でもいいから行け、行っちまえ。俺たちはただこいつを手なずけてただけだ。そうよ、こいつは何にでも変身できる珍しいケダモンだ。飼いならせば高く売れるはな。おとなしく行かないとこれをお見舞いするぞ。面白い、やってみな。俺たちが撃てるかよ。相手になるぜ。三つ数えるうちに行け。一つ、負けた、撃たねてくれ、行くよ。こんなことで命を落としたかねえや。顔を見せろ。確かミムルの顔を見たと思ったのに、気のせいだったのか。さあ、どこへ。ないと逃げな。僕は町へ行くんだから。馬だ。地球のことについて知ってる人はいませんか。江戸の酒場へ行きな。バーテンが地球人だ。だが気をつけろよ。あの店はシリコン一家のたまり場だぜ。ありがとう。待ってろよ。エドってあんたかい。地球人だね。そうだ。それがどうして。いつ頃からここにいるんだい。ここは酒場だぜ。酒場は酒を飲むもんだ。余計なこと聞くんじゃないよ。何を飲むね。僕は酒なんかいらない。それより地球の話を聞きたいんだ。17年前だ。17年前、あんたはどこにいた。忘れた。知ら、知ら。うるせえぞ。小僧消えろ。とっとと消え失せろと言ってるんだ。目障りだ。マンガン、いい加減にしろよ。飲みすぎだよ。いくらロボットだからっていつかも。うるせえ。酒だ。酒を持ってこい。もっと上等の酒だ。兄さん、黙って出てった方が無難だよ。あいつは何。シリコン一家のマンガンってんだ。地球製のロボットだがね、あんまり人間そっくりに作ったら狂っちまったんだ。小僧、どこへ行く。てめえの面はヘドが出そうだ。抜け。なんてこった。誰も手がつけられねえ無法者だったのに。
確かシリコン一家のマンガンと言いましたね。そう、シリコン一家はこの北の外れの山の中に住んだる。近寄る奴はみんな殺される。なぜです？ならず者の集まりじゃよ。狂ったロボット、食い詰めた殺し屋、しかも人質の娘まで。人質ですって？そう。あ、お前さん、さっき17年前のことを聞きなすったね。そのことだが、17年前、わしはまだ地球にいた。地球に？確か17年前宇宙移民を乗せた旅客艇が爆発事故を起こしたことがある。え？500人の客は全員死んだ。だが後で調べた宇宙刑事局の話じゃ、客の中の誰かを狙って仕組んだ暗殺だったそうだよ。その暗殺計画を仕組んだのは誰です？人殺しの犯人は一体誰なんです？教えてください。何にも知らん。だがシリウス8のボルボ7世国王ならその事件の犯人をご存知のはずだ。ボルボ7世って？この先の星の国王だ。その星は地球人に占拠されようとしとってな、国王の一人娘が人質にされてるんだ。じゃあそれが？そう、その娘のマリーナ姫が人質としてかくまわれているのがシリコン一家のところなんだ。地球人は国王に人質の身の代金に星の統治の権利をよこせと脅したる。もしお前さんがマリーナ姫を救ってシリウス8に連れて行けば、国王は大喜びでお前さんのために何でも教えてくれるだろうが、マリーナ姫を助け出すことはまず無理な話だろうな。いえ、やってみます。絶対に助け出してみせます。マンガ、どうした？また街で飲んだくれとったか。馬降りな、足元が危ねえぞ。